どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、私、見てもらえばわかる通り、クラクラ実況者ドリームコラボということで、このようにクラクラ実況者ドリームコラボ、このようなメンバーが集まっております。この今のイベントはですね、クラクショーブクランを実況されているドズルさん、コウザンさん、そして私の、クラン作っているクランから10人きっかり、集まり30名のクランで 1回限りのクラン戦をするという、まあそのなんでしょうね、イベントでございます。そのイベントで、今回クラン戦をマッチング決まりました。そのマッチングを見ていただきましょう。まずその前にですね、メンバー紹介しておきましょう。リーダー、サブリーダーと、ついているのが私のゴエモン JPL のクラン、そして、長老とついているのがコウザンさんのクラン、そして、メンバー、今ニューとなっているメンバーの方々が、クラクラチャンネルさんのクランですね、マドズルさんのクランという風になっております。早速、現在マッチングされた相手を見てみましょう。まずですね、見てみますと、私とも、ターンホール10が10人、そしてターンホール9が14人、そして、ターンホール8が6人というメンバー構成となっております。そして相手を見てみますと、ターンホール10が12人いますね。そしてターンホール8が2人しかいないんですね。この差は結構大きいかなと思うんですよね。それなぜかというと、やはりターンホール8がターンホール8から星3を取ることっていうのはまあできると思うんですよ。しかしターンホール8の方がターンホール9から星3を取るってことはなかなか厳しい話になってくると思うんですよね。なのでこの差っていうのが結構厳しいかなと、響いてくるかなと思います。なのでしっかりターンホール9から星3を取っていくことが重要となってきますね。また私たちのクランはもうちょっとターンホール9から星3は前提の話になるかなと思いますね。今回勝つにあたってターンホール9から全部星3は、前提の話で、ターンホール10の戦いになってくるかなと、個人的には思っております。まあ、そのわけとはですね、まあ、ターンホール10が相手12人いるんですけれども、早速相手の村を見てみましょう。びっくりしました。まず防衛施設カンスト、ヒーローカンスト、壁カンストの、クラッシュオブクランのですね、ゲームにはこれ以上強い村は存在しないと言わんばかりの村でございます。はい、そして2番目を見てみましょう。またしても防衛施設がカンスト、そしてヒーローカンスト、そして壁が、まあ、青壁が3分の2ぐらいですかね。はい、そして3番目は防衛施設がカンストかな、カンスト、まあ、青壁が3分の2、ヒーローカンスト、4番目もまあこのような感じで、まあ、カンストという感じで、もうカンストもカンストのコンボがめっちゃ続いてるわけですよ。そこで注目していただきたいのが、今回ですね、クランの城が結構真ん中にあるんですよね。この2番目の方の配置も、ありまして、結構そのクランの城がですね、真ん中にあると、なので 100% を抑えるベースっていうのが結構多いかと思うんですけれども、まあそのまだ対戦まで21時間ぐらいあるので、まあ、ベースがどのように変更されるかわからないんですけれども、このような配置もですね、ターンホール9の方が攻めても星にはいけそうな配置ですよね。ターンホールがやはり外にあって、さらに、インフェルノタワーもこちらで独立しているので、そのターンホールに被さっていないということで、50% しっかり取れれば、まあ、ターンホールは破壊できるのかなと思ったりもします。はい。まあそのクランの特色的に、やはりそのクランの城を中心に置くっていう、まあそのことが徹底されているクランかなと思いますね。はい、このような感じでターンホール10をまあ見ていっているんですけれども、やはりそのクランの城が真ん中にある、そして防衛施設とは普通に、まあ見ていった限りですと7番目ぐらいまでは防衛施設カンストしてますね、基本的には。そしてすいません、そしてまあ12番目の村もですね、まあ対空にはまあ強そうなのかな、まあ普通にターンホール9ぐらいのレベルかなっていう感じですね。それにインフレのタワーがくっついたという感じのベースがゴロゴロと、まあですね、まあまとめてみると、まあターンホール、10の1番目から7番目ぐらいはカンストしていて、8から12ぐらいがまあターンホール9か10の序盤レベルだよという感じですね、見た感じでは。まあ相手のターンホール9も見ていきますと、まあ、まあちょろっと見てみますと、まあなんか、火壁とかが結構ごろついていますよね。まあ火壁も
結構塗っているので、まあそのタンホール8ではゴレホグとか、あとはそのラバルガゴとかで、まあ、星3取っていく方は、またそのゴーレムとラバハウンド そのハイブリッドで攻めていく方も多いと思うので、まあそこまで壁のレベルも必要ないかなと、まあ壁のレベルは別に壁は飾りだと思って攻めればいいかなと思います。そしてまあターンホール10に関してもですね、まあ壁は飾りだと思って攻めれば、まあ普通に星には普通にいけると思います。はい。そしてまあですね、そのマッチングの差なんですけれども、ジギさん、こちらは鉱山ブラザーズさんの方なんですけれども、まあこのようにですね、ヒカベ、そしてボーイセスカンスト、ヒーローもカンストして、ヒーローはまだババキンが37ですね。まあ非常に心強いです。はい。そしてまあちょっとここら辺でですね、もう防衛説が、ターンホール10の中盤あたりの、まあでも、アーチャークイーンのレベルが33だったりとね、結構強いので非常に頼もしいですね。まあ、ここら辺私たちの4番ぐらいになってくると、そうですね、ターンホール9に、まあでもウィズ島とかもあるんで、ウィズ島とかもレベルがちゃんと上がっているので、ウィズ島、そしてインフェルノタワーレベル3がついているという感じですね。そして私のベース、まあこちらのベースはですね、まあ結構まあ有名ではないと思いますけども、まあ私がある人のある方の配置をちょっと真似して、トラップの位置とかは、トラップと隠し鉄の位置は、まあ自己流でやったものなんですけれども、私が5番ですからね。そして、カナダさん、私のゴエモン JP の方ですけれども、まあちょっと防衛的にはターンホール9ぐらいですよね、もう6番の時点でという感じで、ちょっと今回ですね、そのマッチングにまあいろいろまあ文句のつけどころというか、まあちょっとあるかなと思うんですけれども、まあね、私たちの清鉱山ドズルさん、鉱山さん、ドズルさん、その3人のその YouTube を見られている方のリスナーさんのですね、さらにもうクラクラチャンネルさんとかはもう相当ね、50連勝とかのクランですから、そういうクランの精鋭たち、そしてゴエモン JPN もですね、日々クラン戦を研究してですね、そのリプレイとかを張り合って、しっかりと自分たちの攻めをね、うまい攻めとかを確立していってるので、私たちもめげずにですね、私も緊張感を持って、もうでも緊張感を持ってというか、別に緊張感を持つあれがなくてもですね、もう多分死んでます。今回も私2回攻めますけれども、その2回で、どちらともね、実況を出して、そのリプレイではなくて本当に私が攻める実況、いつもやってる実況ですね、その実況をしつつ、動画を上げていきたいと思います。多分、まずですね、まあ星底の2回の攻撃で星に取れたら、あ、やっぱ清牛さんうめえなと、キヨキヨやっぱうめえじゃんとか言ってもらえるとニヤついております。はい、勝手にニヤついております。しかし私が星ゼロ、取った暁にはですね、私を袋叩きにしてもらって結構でございます。まあ、私もですね、もうこのようにして、もうクラッシュオブクランのリスナーさんとですね、クラン戦をするということで、さらに他のクランの方とやるということで、もうまずそこで緊張ですよね。そして、皆さんが注目しているということで、そのクランにいない方も注目されているもうということですよ、要するに。なんで緊張度はマックスですね。多分その指のこの振れ幅が、緊張で指の振れ幅が多分2センチぐらいいくんじゃないかなっていうぐらいの手の震えだと思うんですけれども、まあその緊張感をですね、楽しみつつ、今回のイベントやっていきたいと思います。まあ本当に頑張ります。その緊張感を持って頑張りたいと思います。ということで皆さん、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。まあ勝つっしょ、まあ厳しいかもしんないですけども、まあね、この我々はあれですからね、もうクラクラチャンネルさん、そして鉱山さん、そして鉱山ブラザーズさん、そして五右衛門 JPN の、まあ、そう上手い人攻めがね、上手い人を集めてるので、ぜひとも楽しみです。いろんなリプレイが見れることでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。お楽しみに。